テオファンデュースブルフは、オランダの画家、建築家、美術家。本名は、クリスチャン・エミール・マリエ・クーパー。アイ・ケイ・ボンセット、アルド・カミーニなどの筆名も用いた。オランダのユトレヒトに生まれる。父親は、写真家。1917年に、ライデンにて、ピエト・モンドリアン、バート・ファンデルレックらと共に、デステールを結成し、同盟の雑誌を刊行。心臓系主義。 中小絵画の普及に努める。1920年代初頭には、バウハウスと交流し、講師にはなれなかったが、自身の思想をバウハウスに浸透させることに成功した。1923年には、コーネリアス・ファン・エース・テレンと共同で、デステール建築計画案を発表している。また、1920年代を通じ、構成主義者や、ダダイストなどと幅広く交流し、 その間の橋渡しも言った。1920年代半ばには、要素主義を導入し、モンドリアンと対立、モンドリアンはデステールを離脱した。1931年、オーギュスト・エルバン、ジョルジュ・ファントンゲルローラに協力して、パリでアプストラクション・クレアの創立に参加するも、同年休制。著者のわけに、新しい造形芸術の基礎概念栽在すず、 デオファンデュースブルフの原説から見た建築造形概念1992年ありがとうございます。